9番はい、で。9番さん、ラスト前後ありがとうございます。7番さん、ジムさんで押せます？あ、ごめんごめん。あ、いえ。ルールはテンプレで、ちゃんと週は2週目以降、役の先取りとやめてください。誹謗中傷暴言も、やめてくださいね。チャット雑談は笑程度やったら OK とします。以上から、配送条件も配送された時点で OK してください。この長いんで急にもらって、ダラダラするのも嫌と思ってるんで。はい。で、変なチャットとかしたらね、その陣営の負けにします。はい。その時は、キャンセル押してもらっていいです。はい。ということで、よろしくお願いします。始めます。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。3番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。CEO あります。占い師です。7番さん白ね。7番さん白把握お願いします。そうですね、役に関してはもう例の、この3番のこの位置なんでね、私ここちょっと、結構有利ではない不利な立場になるんで、もう霊能さんは一周目か目か出てきてください。ここでポンポン出られたら困るんでね。騎士はそうやね、任せようかな。まあやりたい役もあるやろうし、やりたいムーブもあるやろうしね。だからまあその辺はお任せします。信仰のそうですね。まあ、人外って白い人釣りたくなるから、私は黒い人釣るからね。その辺で皆さん、占いの精査してくださいね。はい。じゃあ、この辺で終わっときます。7番白、把握お願いします。占い師です。よろしく。4番のプレイヤーが発言します。はい。塩ありません。3番が7番に白ということで把握しました。まあ、3からは別に予想は取れないなって感じ。ただ、騎士がやりたいムーブってさ、やりたいムーブってなくない？なんか騎士すらとかその辺の懸念してんの。やりたいムーブがあるから、まあ任せますっていうのが、まあちょっと違和感あった。っていうぐらいですね。はい。なんで、まあ喋ることなくなったんですけど、そうだな。まあ、曖昧な発言はしないでほしいかなと思ってますね。まあ、人外って結構発言聞いたりたら、そこ突っ込まれて、結構釣り押されたりするんで。明確に発言はした方がいいかなと思ってます。はい。以上。5番のプレイヤーが発言します。わかんないですね、3番も。まあ、2周目聞かないと、4番も。発言した方がいい。人にどうこうしろっていうことを言ってるんだよな。自分がどうこうするじゃなくて。まあ、それぐらいしかわからない。二周目聞かないと。役を透かしたりね、柱発言したり、スラっていうのやめた方がいいですよ。濁りますよ。それやる人ってね、周り見ましょうよ。あなたよりも上手い人が揃ってるということでやらないと、あなたの村なんて追えるわけないでしょ。あなたよりもレベル低い人たちが集まってたら、村と追うわけないでしょ。そう見ないでやるからダメなんだよ。問題は。基本やらなくていいんだよ、そんなプレイは。村を残して狼釣りたいですね。SG1 の村人を残して白狼釣りたいです。SG1 の狼ってどうするんですかって、いや、狼釣るって言ってんだから釣るに決まってんだろうっていう。どうやって探すんですか？いや、黒いところに投票すればいいでしょっていう。なんかしょうもない質問しないでほしいっす。はい。6番のプレイヤーが発言します。そうですね。まあ、まず、一番言いたいことは、この村に、一人だけこう、
まあ、輝いてね、純白の真っ白な人がいるんですけど、まあ、そうですね。まあ、その人は、少なくとも、今日の釣り中になることは絶対いない。まあ、真っ白なんでね。で、僕も、まあ、基本的にはないかな、と思うんですけど、まあ、なった場面、なるかもしれない場面で、必ずならないように、2周目発言しなければならないなと思っています。んで、そうですね。まあ、4番も5番も、特にないです。ただ、4番っていうのは、まあ、僕は、これをやろうかなという、ね、3番の発言を聞いて思っていたので、ちょっと嫌われちゃうかなと思っているんですけど。はい、以上です。7番のプレイヤーが発言します。ごしろ、占い師です。なんで、3番、破綻っすね。いや、破綻ではないんか。3番さんの目線で、なんか俺のこと強人とかいうアプローチもあるんやな。なんかさ、5番さん何切れてんねんって思ったけどな、別に。そんな、なんか、白先やねんから、やめてくれよっていうのをちょっと思う。なんか、無駄にヘイト買うのは。でも、いっちゃ印象悪いな、6番やったかな。なんか、この中で純白がいますって言って、結局その人上げずじまいじゃないですか。で、2周目回ってからそれっていくらでも言いようがあると思うんですよ。まあ、言うて3択ですけどね。なんで、そういった理由から、もう、なんなんって思いますね。あんま、マジで良くないと思いますよ、それ。ちゃんと言うべきだと思いますし、なんか純白っていうから5のこと言ってんのかなと思ったら、4、5はそんな思うことはみたいな感じだったから、もうなんないのって思ったから、正直。8番のプレイヤーが発言します。メラビットジエです。純白っていうから私のことかと思ってたんだけど、違うのか。まあいいや。なんその人が白い団なので、僕も白いを頑張りますって言って、なんかこのムーブを取ろうと思いました。3が出た瞬間、このムーブを取ろうと思いましたって言ってるから、7番さん的に6番さんって潜伏占い師を睨まないといけないんじゃないなと思う。あの、いくら私でも気づくけどなと思うけど、なんでこのことになったのかなと思うし。まあ、ただ3番さんに白打たれてて出てきてるっていうのが、心理高い状況にはなるのかもしれないけど、三番さんは二人狼っていうことを考えなきゃいけないし、なんか発言がそんなにでも七番さんからしっくりこなかったなと思ってて、まあ、くれ、四五、三番さん、9番のプレイヤーが発言します。はい、メラビット陣営です。じゃあ8番、それ言うんだったらさ、6が8しろっていう、あの、占い持ってて、そのまま潜伏してると感じして、言うんだったら、8番、6をどう思うっていうことを2周目しっかり落としておいてね。でもいいんじゃない、その6が8に、8に白が仮に出てるんだったら、村的には分かりやすいからいいんじゃないかなというふうに思ってる。ただ、その、白先がどういうふうに感じるかっていうところもあるよね。で、まあ、とりあえず、その、もう今の現状だったら3からだけど、まあ、でも分かんないな。そういう余計なこと何も言わないでおく。印象論で言うと、どうだろうね。今3番、まあ、トップだから色落ちしなかったけど、で、4番は特に、まあ、5番、でも5番いいじゃないの、なんか、その、しっかり精査、あの、なんていうのかな、叩くっていうんじゃないけど、人に任せんなよっていうの、俺も同感。1番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。9番さんは単純になんだ、それなんでなの、理由は。俺は何するから言いたいけどな。だって7番さんって3番さんに、俺が今日も、3番さん試験あんのかって、いえ、7番さん試験って3番さんから白もらってんねやろ。じゃあ7番さんっていうのは3番さんが強人でしかないから、そこの3番さんが強人と置いてからの、真の占い師だったらね、グレーのローでグレー詰めから、行こうかっていう話に出ると思うし、もし、ローが対抗でできたら、そういう占い師、ローラしてっていう話も出ると思うから、俺7番から食いたいかなと思ってるけど、まあ2人しか出てないからね。ってなったときは、3番さんが芯に置いたときっていうのは7番さんの強でしかないし、7番が芯に置いたときっていうのは3番が強でしかないから、占い師置いてからグレー詰めからでいいんじゃん。で、役は出やんのって思ったけどな、俺、ここまで聞いてて。3番さんの、3番さんに対しては誰も、なんやろ、芯要素っていうのないっていうことなのかな。うん。
まあ、それに対しても8番さんが、なんやろ、私のことかなって言ってるのはメタと思うけどね、9番さん。以上。2番のプレイヤーが発言します。3番さんが狼として、出ていた場合、9番さんは非強靭1かなと思いました。はい。色がすげえわかんねえなって思ったのが8番。何言ってんのかが正直わからん。本当にわかんない。4、6もわからん。今現状最白1っていうのは僕目線は9番さんだな。あ、これは3番さんを狼として想定したスケールになっています。はい、ぐらいですね。1番さんは、まあ、発言、その他もろもろ精査はできる方だとは思っているので、はい。まあ、それに対して突っ込みがなかったのが正直わからなかったんですけど、ヘイトを変えたかったかな。3番のプレイヤーが発言します。占い8指導？あなた6番占い？じゃあこうなったら6番ローアやね。今日6番釣りね。3しよう。他ない？霊能は？霊能。霊能出ないの？7番強人、6番の相方ね。どうやろう？ 1 番さんってはっきりおかしいこと言ってるよね。7番さんの白崎さんって、7番さん白崎5ですよ。私5番さん占いたくないと思ってたから、7番の強人が囲ったとはどうも思えなかった。5番さんって私と意見一緒だから、黒いとこすればいいじゃんと。だから5番さんは白い。だから、囲えないと思う。まあ、強人だから囲えないっていうのね、わからないからね。4番さんは2周目と思います。ちょっと私のことの、騎士のことなんか怪しんでたけどね。騎士は好きに動いたらいいかなと思ってたからね。で、6番さん騎士かと思ってたよね。6番さんって、じゃあ3番さんの意見に違うようにしますと。あ、言ってたよね。違うか。4番さんの意見に反することしますから、6番騎士と思ってたけど、6番これ人狼ね。1番さん絶対把握もしてるから、じゃあ今日はね、6の相方も1か2しかいないと思う。2番さんもそこを1番さんの指摘してないから、7番さん出てるの5白やからね。7番さんが人外として私白じゃないから、強人じゃないから。だから私、7番目線私ローもあるからね。8番さん、まあ、6番さんが言ってたの、8番をつなぎに行くかなと思って、あの、白いドレス着てるから、真っ白いって言ったんでしょうね。でもこれ、6、8だったら怖いよね。いきなり人狼がつなぐと思わないから、もう2、1どっちかと思う相方は、今日はね、6ずりね。4番のプレイヤーが発言します。振られに来たを多く見る。まあいいや。まあ、情報ずりで、7か6のランでいいと思ってるけど、まあ、3番線で5、6がつながりにくいっていうのは、まあ、なんとなくわかるわ。5番っていうのが囲えてる状況下で6が出てこないと思うから、まあ、理由はなんか違ったけど、まあ、3線で5、6に見えないのはどう言ってるかっていう。どうもできすぎてんだよな。どうもできすぎてると思ってるから、僕はあんまり心配ないと思ってるんだけど。だって、純白の人が一人いますって言って、これ白い服着てるから純白ってことでしょ。そんなこと示す占い師がいる。ってことは、6番占いがつけるから、6の心ないと思ってるから、6黒が出たら1の心もあるし、6朱が出たら、まあ3つればいいし、で、いいんじゃないかな。まあ、7番突っ込みは1番は妥当だったけど、別に3の狼あの時点だったから、否定した要素も分かんないし、9番が、7の芯が透けて5に寄ったとも取れるから、なんか3球を外したにも分かんないなって感じ。はい。まあ、6の色見ましょう。ね、はい。5番。のプレイヤーが発言します。あのさ、4番さ、6の色見なくし情報ずれたから7と3でいいんだよ。黒見つけんだろ、7と3でいいんだよ。6死んでしょ。6がなんで出てくるの、わざわざこの盤面でローで、強靭でなんで出てくるの、理的だろ。なんでこの情報ずれつられるのに6番出てくるの。8番について言ってんだろ。
なら、6が死ぬ可能性がものすごい高いだろう。9、1、2、4みたいに真面目にやってる中に狼いると決まってんだろう。もう6、8は釣り気はなかった、ほぼほぼ。うん。そういう感覚、センスを持たないんだったら、負けるに決まってんだろう。6は白出ます、必ず 100%、200%、500%。死んだから。うん。狼なはずがないから。うん。だから、もう、6を釣る村だったら、負けます。6が白だった場合に8番はもう釣らないっていうことを村でやらなければ負けます。はい。巨人はありえないっす。はい。ローンはありえないっす、ほぼほぼ。まあだから、6は多分死んだんでしょ。7でいいよ。3、ああ、7でも3でもいいよ。どっちでも2、2だろう。9、1、2、4の中にいるんだから。はい、6釣って白だったら、はい、3番2セで終わんの ?6 死んって言うんだったらもう俺は何も言わないけど。8はもう釣らない進行を取らなきゃダメだよ。9、1、2、4、5で殴り合う。6がもう白だったら。それを覚悟があって、もう8は絶対触れない。それを誓えるんだったら6行け。それが無理で6を強靭で置くんだったらふざけんなって話だわ。7、3行けよ。6番のプレイヤーが発言します。いや、まあ、ちょっとね、3番が出た瞬間に、まあ、3しようか、まあ、4しよう両方狙えるように潜伏する声決めてたんですけど、まあ、やり方としては、まあ、ちょっとヒロちゃんの真似したんだけど、誰も分かってくれなかったっていうことで。で、まあ、霊能ね、これ、僕が今、一番怪しいと思ってるとこ多分霊能なんだね。だから、占いが無駄になるかな、出てほしいんだけど、まあ、いいか。じゃあ、まあ、三死を狙う理由としてね、二人街が露出すれば、一黒見つければその時点で、ゲームセットになるんで、っていう観点からどうしても黒を狙いたいんだよね。白圧迫していくっていう観点にならないから、だから霊能はね、出てほしいんだよね。なぜなら、役は人街というところを占わなければならなくなってくるから。まあ出ないんだったら、そのまま話を進めて。まあじゃあ今日は、まあ、3番、7番どちらでもいいんだけども、3番に投票しますから、まあ、僕を死んだと思う人は3番に入れてください。で、まあどっちが強かろうかっていうのはもう、色を明日見ればいいと思ってるんで、まあそこからライン考察をするんですけど、まあ、4番はめちゃくちゃ理論ですよね。もちろん。9番に関しても5番が印象がいいって言った理由が薄かったと思う。はっきり言うからっていう。それは村要素になってないと思うから。まあ、そうです。7番のプレイヤーが発言します。5番やマジでやめてほしいんだけどっていうのが、いけよ、やれよ、みたいなんで、ちょっとよそでやれよ、そういうことすんならって思ったのが1個と、あと、なんか5番目線、その6番が3、4多めで出てきて、それが、だから不審しかないみたいなことを言ってるのがようわからん。なんか、ご主人様助けに来ようとした狂人っていう線も全然あったりとかする中で、ちょっとよくわかんねえなって正直思って、ゴーがな。っていうのが一個と、あと昨日の言動的に8番が、なんか占い潜伏の線もある6番みたいな感じのこと言ってたから、分かってんのかこの人みたいなが取れたかな。だからすげえ安直な繋ぎ方は8、6なんだけど、なんかそんなんあるかなってちょっと自分の中でもそれは思ってるっていう、さすがに。なんか、そんな単細胞的なあれ立ち回りはあんのかなって思っちゃうから、ちょっとまだ分かんない、そこに関しては。うん。まあ、6、3どっち行ってもらっても構わないんですけど、なんか5万3目線で、まあ、6弾いてるみたいなんで、なんかようわからんけど、まあ、3からでもいいかなって感じですけどね。はぁ、あ。めんどくせえやつに白出ちゃったなって感じやな、正直。はぁ、あ。なんか盤面だけじゃん。めんどくせえ、ほんと。どうしよっかな。まあ明日8占います。8番のプレイヤーが発言します。この中で一番シーンがない人から釣っていこうと思ってます、私はね。その方は7番さんだと思ってて、自分の白先よりも、あと安直で6、8っていうのも。6の発言から、潜伏占い師っていう、なんか純白のこの中で、
純白の人が白だと思いますっていうのって、潜伏占い師とかなんか狂人とかムーブ以外何があるのって思うし、6番さんが占い師で使用してこなかったら私個人かなと思ってたし、グレーが目行き届いてないかなと思って、7番さんの使命が一番ほぼほぼないかなと思ってますね。自分の白先を触れる必要がなくて、狂人で新郎老かなと思って、人狼を助けに来た狂人なのかなって思うんだったら、新郎老を追うんだったら、まあ100歩譲っていいけど、でもグレーの精査も甘いしって感じなんだけどね。で、私2番さんが気になってて、9が最白1って言ったけど、どこの、9の何の要素で最白になったのかっていうのを教えてほしいし、あと、叩きが不当だったなって、私に対しての叩きが不当だったなと思うし、あの聖書も間違えてるし、3が死んだったら7は凶でしょ ?7 が死んだったら3が凶になる理由がわからなかったなって思ってて、一番理由が、全くもってわからない人が2番さんかなと思ってるの、グレーでは。確かに5番さんの言ってる根拠っていうのもあんまりわからないけど、すごいパッションだったなとは思うけどね。9番のプレイヤーが発言します。まあ、どこどこランとかじゃなくていいんじゃないの ?367 好きなところに行けばいいんじゃない、うん、っていうふうに言っといた方が、後で、投票で、落ちるんじゃないのっていうふうに思ってるやつ。うん、どうなの ?3 目線、678もあるって8。それが一番気になる。1番のプレイヤーが発言します。9、それで終わりかーい。うん、あ、俺5番さんね、だいぶ白く思いたい。5番さんがローだった場合っていうのは、7番さんが、もしローと加担して、5番さんが、村、やったとしたとき、あ、じゃあ、ローだって、7、5で囲ってる場合っていうのも全然考えられんねんけど、そうなったら5番さんって3、7定義してんねんな。で、どっちでもいいよって言ってるだけで自分の首絞めに行ってるから、それは全然ないかなと思ってるし、まあ、あとは、3がローに考えて、7が今日ね。で、5番がローって考えた時にも意味ないからね。で、5、6っていうのはほぼ繋がらんかなと思ってる。5番さんは、白いかなと思ってるかな。うん、あの発言は。ローやったら10番やかなと思ってるから、俺5番さんに従って3、7の定義でいいんだけど、3番さんっていうのがね、俺1と2に叩いてるのね、2の色がわからんけど、俺って同じ人やから、なんやろうな、わざわざ生徒会に来る必要ってあんのかなって思ってるからこそ、俺は7に行きたいかなって思ってる。うん。で、占い師は、釣り切りでいいと思ってるよ。うん。だってあれも出てけへんやろ、役も。まあ、こう言ってる俺が役かもしれんしな。うん。出てこやんかったら出てこやんで、それで、やって、まあ、6番さんが釣った時に8番さんを釣り切らんっていう5番さんの視点っていうのは、あ、村かなと思ってるし。で、占い師釣り切ってからの、9、2、4。まあ、8も全然ローありえんねん。6、8ローっていうのも全然ありえんねんけど、うん。まあ、6番さんがね、あれを言わんかったからな、潜伏理由とか。それちょっと気になってんねんな。ぐらいかな。あの、3、7定時で、全然いいと思ってる、俺は。俺は、ね、2番。のプレイヤーが発言します。そうっすか？俺は3番を落としたいなと思っちゃったんですけど、俺、初順の思考から。そもそも俺、8番さん何言ってるのかが正直よくわからないって言いましたよね。それが不当の殴りっていうのは正直よくわかりません。はい。で、私は3番さんを狼として思考を落としていました。その時、9番さんの思考っていうのは、何やったっけな。何やったっけ。9番さん、確か6、8にヘイトを向けていたんですよ。その時。まあ、ヘイトを変える位置だなって思っちゃったんだよ。で、確か俺じゃねえな、9番さん、3番さんに触れてたんだよな、その時って。ってなると、9番さん視点、強靭がない。要は、あの時、西洋だったから。占いに吸いに来た可能性もゼロだと思ったから、9番さんは、強靭でもないし、3番さんが狼だった時の9番さんの相方位置も否定できるかなと思って、9番さんに対しては白と、私は判断したっていうぐらいなんですけど。
わからんかな。俺3番さん釣ります。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。私はただの石。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。なんで私最後2番さんの発言でなんか持っていかれた感じでね。なんで1番さんの把握ぶりは誰も指摘できないの？でも1番さん多分役かもしれないって言ってたから、1番さん占いじゃ次の日は外したの私ね。絶対に黒やこれ。2番占いと思ってた。なんか色見えてんのって感じ。なんで私を老起点で置けるのあなた。ということは、6番の相方になりうる、私が7強人って置いたから、強人で出て私が真の占い師に白刺した老に見えるのあなた。ということは、私をロー目線で見ると、もうこの中で一番黒いのは2番さんしかいないんだけど、最後の発言で持っていかれたんですけど。7番さん白で、6番さん、黒はもう私完全にローで釣りに。夜が更けました。人狼に気をつけてください。もう知らんけど、普通に3番がローだったらいいけどっていうか、霊能がセオリーしないからダメなんだって。セオリーってなんだかわかる。みんなのためにやるんだよ。自分のためにやるんじゃないんだよ。この場面のセオリーは霊能が出ることが普通にやってることをやらない人っていうのがマジでいらねえんだよ。で、髪抜かれるとか全くもって何の意味もなくて、色結果を出すっていうのが仕事なんだ。一回でいいんだっつうの別に。夜が明けました。いねえだろ、騎士が噛まれたら。昨夜は一名の方が亡くなりました。俺は何の役でもねえからまあいいけど。6番。のプレイヤーが発言します。はい、例の今三四郎の場合は、かなり2番の確率が高いかな。7番、3番、2番のね、まあ、9番占った理由としては3番、7番どちらかの色を見る前提で、3番が黒だった場合、4番が白に露骨である。4番の6番の色を見る前提で、時間の無駄っていうか、もうさすがにこういう人間は俺ここまで大して1人で通報できないけど、これっていうのは時系列が全く違くて、僕は初日の料理しないこと自体が嵐と同じだから、ミニ嵐だから、つまり1週目の発言段階の前から、だからこそそのミニ嵐だよ、もう料理をしないこと自体が。まあ俺なんかね、僕は死んだから8番8番が純白という行動を。死んだかねえじゃん、7なんか。4番仮説してるのは、死んだった時にその行動というのが過ぎているという時系列がずれているからね。だから、どうの可能性もある。ただし7番が6点で考えるときに2番の可能性がかなり高い。2番が唯一は9番1番という流れから7番。7番がなくてよかった。7番でよかったよ。安定策取った方がよかったよ、もう。まあベストのオプションで言えば、まあ、7番って言って、まあ、騎士が生きていれば6番守りの2番占いがベストかな。1番というのはかなり村要素を取っているかな。あの5番の発言を、まあ、この3主要盤面か、30盤面かで、なかなか黒い蝶を見つけられない人狼としては。まあ、その黒を塗る蝶を見つけられない中で5番はあそこに村を着てきたという1番。ここがかなり評価できていると思っているから、4番、2番という選択で、現状2番だと思っている。以上。7番のプレイヤーが発言します。6発釣り切りで終わりです。今日6番さんに行きます、私は。8番に関して、なんかもろもろ、まあ僕の次の位置なんで、まあ言ってたんで、お言葉返しますけど、僕占い師なんですけど、まあ対抗で、なんか人外が占い師をしてる状況で、なんで潜伏占い師を追うんですか？どういう思考してんですか、それって。8番さんはそういう思考をお持ちなんですかね。ちょっと よくわかんねえなって思ったんで、占ったら黒でした。まあ、クロスなんであれなんですけどね。なんかね、なんて言うんだろう。なんか考えの基盤が全部、なんか人外目線なんですよね。まあ、わかると思うんですけど。なんか、狼の立ち回り目線になってて、8番さんが。なんか、ようわからんな、みたいなところはあった。めっちゃ。
で、なんか、不当不当っていう言葉を乱発されてたんで、ちょっと、でも不当って言うけど、その中身もすっからかんだったんで、あれなんですけど。まあ、今日6番さん行きます。うん。で、明日8番さん行って、おしまいですって感じですね。8番のプレイヤーが発言します。わかんないな。3番さんが白だったから、真の可能性もまだあるし、私昨日から7番さんの真切ってるから別に黒打たれても何とも思ってないけど、2番さんなんか私に触れてきたじゃん。なんか不当だって言ったらさ、不当についてすごい、めっちゃ歯向かってきて、その後の発言全然伸びてなかったなぁと思いましたかね。9番さんが何言ってたか思い出せないんでしょ。9番さんって、6、8に触れてたから白いのじゃ。ちょっと、全然の9の白い理由がわかんなかったな。今、霊能として出てるから隠し白になってるけど、2番さんが9を白と唱える理由が分かんなかったし、3が黒だと思う理由も分かんなかったな。だって昨日まで2番さんって、7番さんと3番さんって、7が真だったら3は強、3が真だったら7が強って言ってなかった。なのにさ、結局3番に行くんだと思って。全くもって辻褄も合ってないんだけどって思ってるんだけど。7番さんって、こう自分の白先の5番さんにめっちゃ触れてて強靭だとか言ってて、3、6はローあるとか言ってたくせに、私占って黒でした。僕占い師なんで。全然ロジックが合ってないし、私の黒要素も言えてないし、私の黒要素といえば不当だということを連呼する。別に連呼はしてない。一回しか言ってないし。めっちゃ捏造されてんだけど。7いきます。9番のプレイヤーが発言します。はい。でも8番さんさ、俺疑ってんだったら、6番俺に白出してるよ。大丈夫？俺疑ってんだったら、わかんねえんだったら、あ、そうか、黒出されてるからね。7に行かざるを得ない状況なんだよね。でもそれだけ落としとくね。はい、3白でした。どっちかわかんない。1番。のプレイヤーが発言します。安直に6、8ローかなと思ってきてんけど、どうなぁ。7欲しいなって最初から聞いてんねん。だから7に言ってるしさ、まあ、3番が、どっちかなんて分からんけど、でも9番占ったら6番さんの理由がさ、ちょっと理由言ったっけ。俺ちょっと聞こえてなかったんだ。6番さんこう言ったくて、9って役でしかないやん、あの発言で座ってから。なんか9占うのはほんまにナンセンスだなと思ったかな。真の占い師やったら。ローやったらわかるけどな。ってことで6、8ローなんかなとも思ってきたし。まあ、占い師はね、さんまさんが真だった時、申し訳ないから、俺は6、7の、ランテージ行こうでいいんじゃないかなと思って、言ったんだ。うん。で、6、7、まあ、6番さんは騎士で出てほしいって言ってたけど、うん、もうそれはもちろんやな。それに対して7番さん何も思わなかったかなって思ってるから、まあ、7行って6行って、終わらんかったら8でいいんちゃうかなと思ってる。まあでもな、6、2も全然あれるしな、6番さんが2番さんと思ってんのやろ。全然ライン切りっていうのも燃えるし、7、5の5の地紙は多分終わらへんな、俺。さすがに。地紙する意味っていうのはないしな。うん、5番さん最初に置いてるし、俺。グレーやったら。7、4か。まあ4番さんの発言、2日目聞けてへんから何とも言われへんけど。俺は普通に、今日も、7行って、終わらんかったら、まあ終わらんやろうな。終わらんかったら、6、8。まあ、騎士がもし生き残ってたら9守るんか6守るんかどっちかやんな。まあ、7と繋がるって言ったら、まあ7にも全然あり得てくるような、こうなったら。もう今日は7行くわ、以上。2番のプレイヤーが発言します。俺、8番の思考がさ、ナチュラルボーン人外か、人狼でしかないと思ってるんだ。で、そうなんだよ。俺、昨日の思考っていうのは3番さんを真とローの過程でしか置いていないから、俺はもう3番さん白見えた時点で、ああ、真つっちゃったかなっていうのがございます。はい。私視点も6ずりしかないんですよね。
じゃないと俺すげえ縄寄るんだ。そもそも俺明確に3番さんにしかヘイトを向けてこなかったからね。で、1番さんが、26追っちゃってるけども、残念ながら違うんだよね。私が狼だった場合、俺9番さん速攻で噛みに行きます。はい。これはもう神考察ですね。単体で伝えてみてください。単体で。はい。まあ、あとは4番さんの発言残っているんで、4番さんの発言聞いて、なんだよな。今の本線っていうのは、6、8、ロー、ロー、7、強の三振っていう可能性が一番高いかなっていうのは思っております。はい。以上です。4番のプレイヤーが発言します。まあ、とりあえず仕事終わってる7から行くけど、まあ、6新世界は、まあ、7番人狼はしっくりくるね。芯つけてる6番の白酒の黒打ち。まあ、8に関しては別にそこまで黒いとは思ってないけど。でより、1、2どっちかにいそうな気はするけど、なんか自分が村だから、3番が自分に対してヘッドを買ってから芯あるっていう精査が全く意味わかんなかったし、1に関しては。もう僕自身今日6なんですよね。6ってどこしろなの ?9 しろ。だから1とか4とかあるでしょ。だから2してでなんで今日絶対6になるのかが分かんなかった。昨日67のランだから昨日67のランだから7いきます。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番の遺言を発表してください。あのさ、明日分かることやからいちいち言うのもあれやねんけどさ、8番さ、三振もあんのかなみたいなこと言ってて、やばない。3俺に白出してんのけど。ちなみに三四郎で結果白やってんけどっていう。三振やったらじゃあ俺何なんってなるし。じゃあ6番何なんってなるやん。ちなみに私あなたに黒出してるんですけどって思ったし、なんか、誰も突っ込まんやんと思ったから、そこは。で、あと五強人なんて俺言ってねえから。五白出してんのにわー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 言うから、やめてくれっていう話をしたわけで、なんか。ああ、マジよくわかんない、みんな。大丈夫、頑張れよ。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。1番のプレイヤーが発言します。うわあ、これわからんな、こうなった。9噛まれた。騎士おらんの？おすもらねえすもらん。6、2、もう6、8も全然あんな。まあ、何さんが遺言で言ってた8番さんの絵のその叩きっていうのは真っ黒やったと思うからな。6、8も全然あんな。7がロー、もし、ローか、まあ、強か分からんけど、まあ、ロー、ほぼほぼ、なんやろな。新ローの1と思うから、7番さんというのは。ローやった場合っていうのは、7、2も7、4も、
いけんねんけどな。そうやったら6番さんが2に黒って言ったらいい話やし、どうなんやろな。まあ、これは俺6を、真には置かれへんと思ってから6、安定進行で6からかな。で、8、2、4の中に1人狼、いてる話やから、そうやな。その話で精査でやっていったらいいんちゃうかなと思うんだけど。9かもれたん痛いな。4、2、8の中に騎士おらんの？おらんやろうな。5騎士やったっていうことね。まあ、今日は安定進行で6いく。その後に、一番、なんやろな、発言精査でおかしかったところ、釣りたいかなと思って、2、4、8。今の中だったら2か8やってんけどな。7、2やったら6が新進行でいくんだったら2プロになると思っててんけどな。じゃあ、なんか、まあ、とりあえず6いきます。いいじゃん。2番のプレイヤーが発言します。1番さん、俺が筆頭になるってこと？俺が筆頭になるっていうこと？それだったら1、8のランでいいんじゃないのかなと思っちゃったんだよね。ああ、違う。酒6を落としてからか。ぐらいなんだよね。まあ、6を落として1、8。7の色が見れんかったのが辛いな。辛いな。どうしたもんかな。もういいか。自分護衛です。だから、6つって、8、1、ランでいいんじゃないのかな。一番視点が、どうしても疑問になるんだよ。初日護衛は9。9噛まれると間違いなく思ったからね。はい。以上です。4番のプレイヤーが発言します。今日は6いきます。6視点では2番占いが消せないし、1番の色って見えないと思っているから。初心も言ったけど、6が占い師で占いをの可能性を出す発言を初週出すのが新占い師に見えないんだよな。かつ7強だった時に黒打ちするのかな。依然と引っかかってるのは、より1。でもね、1、人狼だったら16なんだよね。16。まあ、16あるか。1って全然4に触れてこないし、終始8番殴りに終始してる気がする。こんなの1でいいよ。騎士出させる意味ないじゃん。6つったやつ大体。1があなた1、6かしないけど1でいいよ。いいんだよ。もうそれができない人間がやばいんだよ。もう騎士出させようとした時点でもうこんなの真じゃないんだよ。はい。こんなの真なわけないだろ、こんなの。1でいいんだよ、1つって負けていいんだよ。制裁ずり6番。略すかした人間に価値はない。16ってあるかもね、言ってた。はい、まず1番がラストウフだと思っていて、理由はまず1番はもう話聞いてないのか、ゲーム性が成り立ってないのかよくわかんないけど、1日目の段階で、潜伏した理由、なぜ この発言を取ったのか明確に説明したし、2日目の段階で9番占い理由も言ったから、1番っていうのはこの2点で6番を殴ってきてるんだよね。1日目の発言の段階で5番という、まあ、ある意味、突発した位置を消費したことによって1番を評価したけども、まあ、2日目になって変わった。かつ、2勝結果が出てきてから、やはり 1がラストウルフかなと思って、4番を弾いた理由は昨日の発言段階で、かなり8番にヘイトを溜まっていた1番、2番と。
この中で4番っていうのが、8番のヘイトを回収することは、8番がラストウフだったとき全く関係なくて、4番がそのまま乗っかって8番を最終日殺すという計画で、まあ、そのままやればいいと思う。8、 8番が間接的に、あ、4番が間接的に8番を否定すること、8番黒を否定することによって、8番自身のヘイトも溜まってしまうから、この行為が4番がラストウルフだったときに全く、利点がないと思うからね。で、4、8ロー、あー、待って。少なくとも3番1番目に落としてるから2だっていうのは、まあ分かってるとして、7番の考察なんだけど、あの、6、8ローロだった世界線って5番初日が100番ねえから。まあ、2番も言ってたけど、上位置考察うまくできないでしょっていうのはあれだと思うんだけど、5番って6番のことを 100% 信じてて、初日かまないでしょ。だったら9白打って9神とか、もっと白打てないところに打つでしょ。噛むでしょ。5神起きてるから、6、8ローロだけ絶対ないから。まあ、今日俺ついてもいいけど、まあ、明日は1名、はい。8番のプレイヤーが発言します。私1番。あ、ごめんごめん。1番、真じゃないって分かってる人しか分かんなくて、3と6のどちらが真かっていうのは分からないんだよね。7番さんに言われたけど、3番さんが真だったの合ってるじゃん、別に。計算は合ってるよ。何を言ってんのこの人と思ったんだけど。私をどうしても黒にしたいから仕方ないんだけどさ、3番さんが新世界だった場合、7番狂人で6番人狼、あともう1人狼この中にいる。まあ私と思ってくれるなら勝手に思ってくれてもいいけど、私は村でしかないから、そんなのどうでもいいんだよね、7番さん。2番さんの考えが分かんなくて、初日3番落としたでしょ ?3 番白出てるでしょで、7番の色も分かんないんでしょで、7番、騎士として出てるんでしょで、6に白打たれてるでしょ ?6 を死んでみるなら、私も白なんだけどね。2番さんの目線って。なんで1、8の乱にしたのかなと思ってるし、1、8の乱で、まあ私の黒要素は散々言われてるから分かるけど、別に黒要素になってないけどね。って話だけど、まあ、一番の来る要素は何って感じだけど。適当に1、8の欄って言ってるけど、1の来る要素上げてないじゃん。上げれないやつを欄に入れるなよって話だし、本当に騎士だなあんたって感じだし。このままだったら私残ったら2に入れるけどね。人狼ガジラもいいわ。1か4のどちらかが人狼であっても2入れるわ。2残ってたらね。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは6番、6番の遺言を発表してください。いや、8番それマジで無駄にねえからマジでやめてくれます。今までのすべての8番が自分勝手に2番を理由もなく釣り押すのはお前の勝手だけど、他の人全員が同じ時間を消費してゲームしてるから最終日そういう暴走するのやめて、そもそも8番を黒打たれてる7番の順路に打たれてるのは、打たれてるのってさ、8番がもともとさ、6番のさ、全く言わなくてもいいさ、潜伏じゃないの、8と思ってとか言ってるからそういうなってる結果だから、本当にそう暴走するのやめて、論理的に考えてほしいです。で、もう一つ言うんだけど、7番が8番に挙げた順路要素っていうのは全く成り立ってなくて、8番視点の3番の視点がないっていう、7番の主張ってめちゃくちゃでしかなくて、8番視点って3番神、7番狂人、6番人狼という世界線もあるわけだから、7番が言った8番の人狼要素っていうのは一つもないから。まあ、8番が2番に入れるかどうかは8番の好き勝手なんだけど、まあ、あと4番に一つ言うんだけど、2番占いが気になってたんだけど、1番っていうのは初日に7番投票していて、7番の人狼が見えた段階で、2番か4番という択になるのは必然な考え方で、2番が9番、1番と7番に投票したいと、2日目段階に、1日目段階に言っていたから。だから、その、段階になった2番っていうのは、4番が6番に立った時も、別に2番占い何の違和感もないと思うんだけど、まあ、4番が順応だった時も負けなんで、1番に入れてください。はい、以上です。夜が更けました。
人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。 4番、8番のプレイヤーが発言します。7が人狼なのか6が人狼なのかは分かんないけど、2番さんが1の来る要素を言えてないのがおかしいし、私は1番さんにずっと殴られ続けてるから、なんで私をロックしてんのか、6、8でロックしてんのかっていうのは聞きたいけど。2も1も私の票いらないんだなと思ってるからね。そもそもが。2番さんのロジックが誰が真だったの結局って話だし、それが明確に分かれば騎士っていうことも信じれるんだけど、結局誰が死んだったかっていうことも言ってくんないじゃん。騎士らしくないんだよね。一番さんはなんでずっと6、8でロックしてんの？視点が狭いんだよね。その二つ、二人はそのことに答えてほしいんだけどね。2番。私のロジックで言うと、ね、もし3が新世界だったら7狂人、6人狼になる。8が村、8が人外でなんで2番に食ってかかってんだ。全部嘘でってなるんだ。その心を理解しろ。3が狂人だった場合、悔しくないのか。1番に騎士をすかされ、心がないから負けるんだよ。心があるなら一釣りだ。何があっても一釣りだ。わかるか。それができなかったらダメなんだよ。1を釣って負けでも納得するんだよ、村は。まともな人狼殺プレイヤーは。え？騎士を透かす意味がないところで騎士を透かした。どういうこと？それで、カリカリして8を釣るなら、俺はもう、プレイヤーとして間違っている。心で間違っている。必ず1を釣るんだ。今日は1でも。何があっても1なんだ。石を透かす人間なんかろくなもんじゃない。8番がどうして2番の偽を追うんだっていう。まあいいんだよ、もう8がローだから。1は黒いんだから、しゃあないんだよ。騎士透かすメリットがないんだから。うん。俺だったらもう1を釣る。1でも。白かろうが黒かろうが。騎士を透かす行動が黒いんだから。それは責任を負えってことだよ。で、俺は9番が悪い。もう本当に。こんなプレイをしたことで、わざわざ占うことになって。何の意味もないよ。霊能が透けるやつってマジで。俺は7にずっと入れ続けた。で、6番さんが新世界、老世界に置いたときに、2番さんっていうのは騎士乗っ取りしてから、なんで4番もらうの？じゃあ、あなた目線4って、白騎士、俺と思ってたやろ。で、何8番持ったん？なあ。俺を最終位置に置いて、1黒っていうのを言って、俺騎士やからっていうことを言って、1に登場させようとしてんの。8番のさんの紹介者してんの、2番さん。ああ、6、2、ローも全然見えるよね。俺はこの中で2、8番に言えることは、2番を噛まないことによって8番に入れてもらおうとか、2番から8番を2、8を、戦って漁夫の利を得ようとしてる黒い人間が見えねえか、8番に言うのは。いいんだよ、もう8には。1つって負けたらいい。騎士を必要なく透かした人間を釣るんだ。そういうゲームだ。勝ち負けの問題じゃない。間違ってるプレイヤーを釣るんだ。そしたら納得する、俺は。勝っても負けても。8釣ります。まあ、勝手にして。何考えてんだよ。1釣りマスだよ。心がないから負けるんだよ、騎士としての心がないから。ゲーム終了。1しかないだろう。陣営の勝利です。いや、ちょっと2番さんね、最後1番って2倍出てたんだけど、2番黒ないから、この世界戦で。8番も聞いてほしいんだけど。必要以上に騎士を透かした1番を釣る。
自分が騎士なら意地でも1を釣る。村バス1を釣ったら納得する。あの意味がないのに騎士を突かされて1に怒りを覚えない騎士がいるから負けるんだよ。8番がどうして2番に食ってかかる。6が真に決まってるが9番と2番のプレーで負けたよ、もう。9は出るんだ、セオリーだったら。あ、俺悪いよ。2番は熱くなるんじゃない。2番を残すことは1番だよ。8番なわけがない。8に出やり合わせるためのものだ。